秋山二郎は、日本棋院東京本院所属の囲碁騎士。東京都世田谷区出身。菊池康夫に指示。NEC 春英囲碁トーナメント戦優勝。天元戦挑戦者など。小学校1年で、母方のおじの影響で囲碁を始める。兄と共に、誤解所に通ううち、転居を経て、小学3年で、菊池康夫の紹介を経て、緑星囲碁学園に通うようになる。 同学園では、同学年の溝上千代屋や後に入園してきた一級下の山下敬吾と切磋琢磨し実力をつける。1988年小学5年の時に、少年少女以後大会3位入賞。1992年入団。1994年流星戦予選で6、連勝して、本戦入りし、ベスト4進出、38勝6敗で、全期勝率1位。 4段。1996年5段。1997年6段。1998年、帰省戦6段戦優勝。選抜トーナメント戦を勝ち抜いて、最高騎士決定戦に出場。機動賞新人賞受賞。1998年 NEC、春栄囲語トーナメント戦、ベスト4、JT 杯製材後選手権戦イテザノブ準優勝。年。 第27期天元戦挑戦者決定戦進出。2002年に NEC 春鋭トーナメント戦準優勝、天元戦ベスト4、8段。2003年 NEC 春鋭囲碁トーナメント戦、優勝、第28期五星戦挑戦者決定戦進出。2008年、通算500勝達成。2009年10段先輩者組決勝進出、規制戦リーグ入りし、 B リーグ4勝1敗で、チョークと同率となるが順位差で、リーグ2位となる。2010年天元戦ベスト8、アジア大会団体戦2位。2011年 NHK ハイテレビ以後、トーナメントベスト4。2012年大和賞券ハイネット以後オープンベスト4、勝ち星規定により9段昇段。2013年、山下慶吾を決勝で下して、天元戦の挑戦権を獲得。 挑戦手合では、井山優太に0から3で、敗退、五星戦ベスト4。2006から7年に、五ワールドで講座、正しい石の方向感覚連載。日本棋ンの秋山二郎紹介。ありがとうございます。